八冠維持か陥落か、明日注目の一局です。愛知県瀬戸市出身の藤井聡太八冠に、同い年の伊藤匠七段が挑む叡王戦五番勝負の第5局。明日の対局を前に、山梨県甲府市のホテルでは会場や駒をチェックする検分が行われました。笑みがこぼれるなど和やかな雰囲気の2人ですが、ここまでの対戦成績は2勝2敗のタイ。藤井八冠にとっては3年前の叡王戦以来のフルセットで、明日勝てば八冠を維持、負ければ七冠に陥落する重要な一局となります。注目の対局は明日午前9時からです。